悲しみの青春は、ビットリオ・デシーカ監督による1970年のイタリア映画である。出演は、リノ・カポリッチを、ドミニク・サンダー、ヘルムート・バーガーらであり、ジョルジョ・バス・サーニの小説、フィンチ・コンティーニケの庭を原作としている。北イタリアのエミリア地方にあるフェルラーらの外れに住む、ユダヤ人一家、フィンチ・コンティーニケは、地域のコミュニティとのつながりが薄く、 その家の娘であるミコールとその弟アルベルトも学校にはあまり来なかったある日、同じくユダヤ人である青年ジョルジはミコールに誘われる形でコンティーニ家を訪れ親しくなる。やがてナチスが台頭する中、ミコールは杉越祭りの日にジョルジュと再会し、キスを交わすがジョルジュとの関係を拒む。第二次世界大戦、コンティーニ家に忍び込んだジョルジは アルベルトの友人であるマルナーテがミコルと抱き合う様子を見て失望する。その後、ジョルジュは病死したアルベルトの葬儀の場でミコルと再会するが、それが彼女の最後の姿となった。後に、ジョルジュは家族と共にフェルラーラから脱出した一方、ミコルラ・コンティーニケはナチスの収容所に収容された。ありがとうございます。